ハゲた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで。終わり返しましたね。はい、まだなかなかこう暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日朝ニュースでも言ってましたね。ちょっとコロナ新規感染者がちょっと増えてるようで、オリンピックと関係あるのか、それともこの暑い夏、このね暑い日々は関係するのか。ね、テレビでも言ってましたね。緊急事態宣言はもうもはやもう今はもう皆さんの中では緊急じゃないみたいなね。で、小池都知事が言ってましたね。感染者はやっぱ20代、30代、まあ、40代、まあ、ここら辺がやっぱり多いみたいで。で、ワクチンをまあ1回なり2回なり打ったらやっぱ60代、70代って言ったらやっぱ少ないということで、まあ、これワクチンのね、効果じゃなかろうかとか言ってたんですけど、まあ、ワクチンもですね、ファイザーとモデルナと2種類あって、モデルナかね、そっちの方がちょっとえらいなんか症状がね、なんか手がめちゃめちゃ腫れるとかなんかいうの言ってましたけど、とりあえずこっちの方、私たちの方はなんかファイザーとかって言ってたんで、ファイザーあんま聞いてないね。まあどうなんだろうかとかって思います。はい、で昨日夜ですね、まあ、ちょっと急遽私の超ロークオリティコレクションがもう処分やということで、ちょっとライブオークションをさせてもらったんですけど、はい、まあ、1時間、まあ、2時間ないぐらいですかね、させてもらって、まあ、すみませんね、長い時間ありがとうございました、まあ、本当おかげさまで本当、はい、今月、来月、ちょこっと足しになります。大体あんなことするっていうときはもうなんかもう PP のときなんで、ね、もう今月か7月か、ちょっと買いすぎたバカやね、本当思った思った、ちょっと当てにしとったものがもう全然ちょっと計算間違ってからうわっとかと思ってやばいぞとか思ったんで、もしかしたらまた一生懸命作ってまたなんかしようかもしれんすけどね、まあそのときは、はい、また昨日みたいな感じでやってくださいね。まあ、はっきり言ってあれは値段がつくということ自体ありがたいよね、ほんと。まあ、あのね、ボヨヨンとかああいうのもね、まあ、正規の積み方はおかしいですけど、この値段でとか言ってたんですけどですね、あんなもね、どんどんないよねと思ってですね。でもなんか昨日いろいろこう出してて、なんかね、こういうのをみんな欲しがってるなっていうのもちょっと分かったです。タグとかなんか、村山さんは欲しいなとかでトシさんが言ったりですね、でもちょっと昨日ね、ちょっとめんどくさがってもうまとめてになったけんですね、あれですけど、ロビンドンさんがスライドしてくちゃっとこう顔が出るやつとか、ああいうのが良かったりとかね、で意外と何ですか、録音というかああいう レコーダーみたいなやつですか、あれあんまりねあ、これもそうなんですかね、手がかけたやつほどなんかあんまりうまいってないね同じやね、シンプルなのがいいやなとか言って思いましたですね。はい、まあ本当ありがとうございます。いろいろこうてもらってですね、はい、まあ、私クリエイターさんとかいないからですね、その作品に対してプライドを持ってとか本当ないけんね、本当自分の価値を落としとってあげるのか知らんですが、はい、まあ皆さんが楽しんでもらえとるやったらいいのかなっていうだけでやってるんでですね、ありがたいです。ありがとうございました。はい、じゃあこの続きは、YouTube でパキポキさんのぼやき。はい、パキポキさんのぼやき、あったかき、はい、お疲れ様です。週やっぱ折り返してですね、あと1日やという感じなので、まあ、皆さんも、はい、ちょっとこう、気分が変わってきたんじゃないかなとかって思うんですが、
まあ、昨日のそのライブで終わって、なんかね、先週ずっとですね、フォロワー数の話ですね、996まで行ったんですよ。わあ、もう1000いくったいねとか思って、あの新潟のシフトサロンさんが1000人突破とか言ってたから、おお、シフトサロンさんも1000人突破しとったいねとかって思って、それからパパダンとまた下がって991とかってなってたから、まあ、自分がフォロー返ししてないのもあるんですけどね。ただね、誰でも彼でもフォローするっていうのはちょっと嫌やし、なんかこうコメントもらったりとか絡みがあった人とかやったらフォローしようかなっていう感じで今してるんで、なんかね、そこはと思ってるんですけど、で、昨日のライブ終わって、今日朝見たら988人激減。これぐらいね、コロナもちょっとこう減っていってくれへんやね。コロナの逆みたいなね。ねえ、もうどうなんちゅう感じですけどね。はい。まあ、なかなか暑い日続いて、皆さんお忙しいみたいで、和歌山の兄貴もなかなかバタバタしてね、ごめんね、っていう話でですね。まあ、ライブもまた見れてないし、動画もね。まあ、ライブが立ち上がっとったら見に行きたいけど、なんかこう、絡まないかと思うから、なかなかねーとか言って、やっぱ言うてましたけど、あ、全然絡まんでいいっすよ。もうとりあえず見てもらえとるだけでもいいし、見てから途中で消えても全然自分気にならないんで。なんかそこら辺はいいんすよ。自分閲覧者とか見てないんで。はい。なんかあのね、ゆうくんとか他の人とやるときは見たりしますけど、自分の単体のときはもう、あんま気にしないね。コメントが強い人となんかやってるような感じなんで。全然いいですよ。もしかしたら一人でやるかもしれないですよね。寂しい。でもいいんじゃないかなとか思います。いやー、しかし暑いな。まあ、今回でもわさみねさんがですね、なんか初めて。やっとね、どこの人かが分かったけんですね。ちょっと名前もちょっとびっくりしたんですけどね。マキさんが最初言ったら、なんでわさみねなのかっていうと、本当に意味わからんね。なんやろね。未だに分かってないというね、不思議な坊主です。はい。まあ、これでなんかあったらですね、ゴリさんとこにも送れるなーとか思って、まあ、いいきっかけやったかなとかって思っております。なかなかね、送ろうと思っても、なんか辞書聞いたらね、なんかまたすれないと向こうも構えられたらね、困るから、基本サプライズが一番いいと思うんで、なんこれ、知らん、この荷物って言って、ポイって捨てられる可能性もあるけど、ね、まあ、今回だったら、まあ、大丈夫じゃないかなとかって思うんですけどね。はい。さあ、私はまあ仕事始まりまして、はい、また、ずっと頑張らないかんね。はい、そう思っております。はい、じゃあまあ、引き続き、皆さん、やっぱオリンピックも楽しいでしょうけど、やっぱコロナやっぱちょっと引き締めたらよかったですね。で、ワクチンやっぱ、どうなんやろ、打ったらいいんかなとかってやっぱ思います。はい、そういう今日この頃でございます。じゃあ、明日は金曜日ということで、明日一日行けばお休みですね。はい、週末はバンクシャー田島さん、イベントがあるって言って、すごいワクワクしてるみたいなんで、よかったら皆さん、イベント行ってあげてくださいね。はい、じゃあ今日は以上です。お疲れ様です。